始まりました。カヤック55 YouTube チャンネルです。この番組は千葉県船橋ホテルにあるカヤックショップ、ここです。すいません、今日定休日でもういろんなものが、このメーカーさんが届いた荷物がそのまま置いてあって、乱雑なところから申し訳ないんですが、カヤックショップ、カヤック55.com がお送りするカヤックから釣りをするカヤックフィッシングの番組です。今日は、速報というか、着弾、そこからセッティングまでね、ちょっと今日は紹介しようかなと思ってます。モンデックス PS900GPDI。ついに届きました。これ僕のです。僕本当にこれ普通に買いました。分割バリバリで買いましたんで、紹介していきたいなと思います。開封のところからね、紹介していこうと思うんですよ。新しい魚探、導入しようと。別に僕今使っている魚探、これです。PS611CN2。これで全然問題ないんですよ。僕はもう元々結構いろんな魚探を使ってきて、まあ最初はホンデックスさんの、カヤックフィッシング始めたのはね、もう20年以上前になるんで、白黒の魚探だったんですけど、もうゲームボーイみたいな魚探から始まって、まあ、あれは、いつカラーになったんですかね。HE50 はまだ白黒だったのかな、わかんないですけど、どっかでカラーになったんですよ。で、そこから進化して、この GPS が内蔵になって、とかね、どんどんホンデックスさんのこう PS シリーズの乾電池のやつ、アップグレードして、それをずっと使ってきて、で途中で高性能魚探、ガーミンの、5インチ、7インチとか、ヘリックス、ハミンバードのヘリックスの、5インチとか、いろいろ使った上で、高性能な魚探、もうそれぞれいいところがあるんですよ。別にどれがね、あんまり良くなかったとかはないです。それぞれいいところはいっぱいあって、それぞれにメリットあるんですけど、最終的には僕ちょっとアナログ人間で、高性能な魚探をこうフルに使い切れなかったんですよね。で、だったらもうなんかシンプルで、いいんじゃないかなってことで、結局この PS シリーズの 611CN2 に戻ってきて、正直これでここ数年、釣りしてて、近年っていうか昔よりも本当よっぽど釣れてるぐらい、本当全然不満はないですけど、やっぱり釣りっていうね、趣味の部分がすごく多いじゃないですか。なんか面白い新しいの見つけたら使ってみたいってね、それは竿とかリールとかでも一緒だと思うんですけど、その興味から僕はこのホンデックスの9インチ系のモデル、お魚ちゃんサイズ表示機能っていう面白い機能が、ホンデックスの上位モデルにはついてるんですよね。これを僕、これね、使ったらテンション上がって面白いんじゃないかなって言って、使ってみたいな。ただこれがやっぱり、デジタル魚探じゃないと、これ、要は、処理できないんですよ。この。なので、結構大きい魚探からしか使えなくて、9インチの魚探ってカヤックに使えるのかなみたいなところから、まずはホンデックさんね、うちお取引あるんで、相談して、HE90S っていうモデルをお借りしたんですね。これはちょっと前に動画になってます。まあこれとほぼ同じ機能の兄弟機なんですけど、HE90S をお借りして使ったところ、やっぱり面白いし、まあ僕が使ってるプロイッチとか忍びプロっていうところだと、真ん中にね、センターコンソールがあって、ちゃんと9インチの魚探、レイアウトしても、違和感ないなっていうことも分かったんで、これはね、使ってみなきゃ分かんなかったんですよね。なので、一回お借りして使わせていただいた上で、HE90S ではなく、兄弟機、PS900GPDI の方にしました。はい。なぜかというと、まあ、HE90S と、この PS900GPDI は、基本的に、ほぼ、同じなんですよ。筐体の大きさとか、機能も。ただ、違いとしては、HE90S は、デプスマッピングっていう、まあ、海底地形図をこう描いていく。ガーミンで言うと、あれはクイックドローっていう機能ですね。あれと同じような機能が入っていて、あとはヘディングセンサーは別売りなんですけど、ヘディングセンサー付けられるよっていうのが特徴のモデル。ただ、僕、カヤックでサイドビューなしだったら、ヘディングセンサー、まあ、まずいらない。で、クイックドローも、ホンデックスさんの魚探って海底地形図が最初から入ってるんで、いらない。これまでね、PS で、これ、この海底地形図で十分釣り、展開できてるんで、全然いいなってことで、そうすると価格差がだいぶ大きいんで、HE90S が22万。TD25 の振動ですけれど、22万円なんですよ。で、PS900GPDI は、ちょっとお値段調べます。ちょっと待ってください。はい。PS900GPDI は 139,700 円っていうのが定価になってるんですけど、これはね、TD28 っていう振動子、をつける前提になってまして、これよりは、カヤックの場合は TD25 の方がいいんですよ。なんで、139,700 円プラス5,500 円になるので、5,200 円か。っていう形になりますね。
なのでちょっと金額的にはねだいぶ差異が大きいので、僕はまあ余計な機能というわけじゃないです。あったらあったでもちろんいいんですけど、この価格差とかも全て考えると PS900GPDI でいいかなということで今回買いました。 PS900GPDI いよいよ開封していきましょう。いやー楽しみだな。もうやっぱこう新しい道具を使って楽しいですよね。それで僕も今までいろんな魚探がこうね、出るたびにちょっと使ったりはしてたんですけど、なんかその趣味としてねやっていく上で開封資格も長くやっていくと、なんかもう買い足すものがだんだんなくなってくるじゃないですか。だんだん揃ってきちゃって、そうするとなんかこういう面白いもの見つけたら使ってみたいなって感じです。さあ開けてみました。こんな感じになってますね。まずはトリセツ入ってます。トリセツ入ってます。であとなんだろうな、これトリセツの他にね、これなんかTD28 を使う場合のインハルする手順、あと原寸大のこう髪型が入ってるんですね。これはね船に設計で穴開けてねつけるときのためのやつなんで、火薬ではいらないですよね。あとお魚ちゃんマークの注意事項、あとは、使用上のご注意ですね、液晶の、あとは修理依頼書、これ取っといた方がいいですね。であと取説がここに入ってます。まずは取説が入ってますね。でこの中に保証書入ってるんで、これ販売店さんに必ず判行してもらって、取っといた方がいいです。1年間は、無償保証になりますよね。そしてこれは電源コードです。はい、電源コードが入っています。あとは本体につけるネジがこの袋に入っています。で電源コードなんですけど、これむき出しなんです。このケーブルの中身がこうむき出し状態になって、これ自分でやんなきゃいけないんですよね。ただそれってやっぱりめんどくさいじゃないですか。そういうの得意な人はいいんですけど、僕なんかめんどくさいんですよ。僕ちょっとこういうのあんま得意じゃないんですよ。でうちのちゃんまつくんがすごい得意なんで、実はカヤック55ではこちらワニ口加工無料サービスでこれお付けします。お付けしてお届けします。なので、こちらはね お取り寄せ、カヤック55ではまあお取り寄せしてからこれをつけるんで、納期1週間ぐらい見ていただければなっていう感じですね。そして振動子、これが TD25 をセットにしています。カヤック55ではまず基本としてね、ただご希望によってはもちろん TD28、という、ものも選べるいう形です。 TD28 だと5500円安くなります。ただ TD28 はねやっぱりちょっとカヤックでは使いにくいですね。結構でかい丸い、どこにもこうリングとかついてないタイプになります。インハルでつけるならでもそっちなんですよ。でも結構ね大きくて、ポリのカヤックに内部にインハルでくっつけて、手を逆さにしてデッキ下で車載してたりするとね、結構剥がれやすいかもしれないですね。 FRP だったらねガッチリつくと思いますね。であとは忍びプロとかの箱の中だったらいいです、インハル。TD28 セットっていうのはインハル専用っていう風にイメージした方がいいですね。でこれインハルでもこれ出力高いんでかなり使えるはずです。で実際船では結構インハルで使われてます。この魚探は昨日の中にあるんですけど、振動子をこう選ぶんですよ。振動子の設置方法っていうので、インハルで貼ってますよって選ぶことでより適正なデジタル処理が行われるんで、比較的使えるとは思うんですけど、やっぱりねカヤックだとメインはやっぱりこの TD25 の振動子、これコンデックス PS611CN2 ディープタイプと同じです。 TD25 これだとアームで落とすこともできるし、手によってはスカッパーから引き上げもやりやすいです。ヒラードシェーカーとか引き上げられますよね。あとは実はプロイッシュ45もちょっとこれ加工しなきゃいけない、リング部分を削ってカットしなきゃいけないんですけど、ギリギリつらい位置で入るということが分かっています。で僕の場合は、プロイッシュ最初これインハルしてたんですけど、これもインハル別に使っても結構機能するんですよ。ただスカッパー引き上げに変えました。プロイッシュだったらいけない、忍びはいけない。で、忍びプロの本体の外側に、出して設置することはもちろん可能ですね。なので、使い勝手としては、やっぱアームで使いやすいんで、このリングが付いてると。なので、TD25 セット、カヤック55では、これを基本にしていこうかなと思ってます。そして中身としては、あとはこの課題が付いてますね。はい。これどっちが前なのかな、ちょっと後で見てみましょう。課題が付いてます。課題。そして、いよいよ出てきましたよ。筐体本体。これです。これケースがもう最初からハードカバーついてますね。優しい。こうか。で、これを開けていくと、うわ、あ、なんかテープが貼ってある。よし。これです。来たー、来ましたー。ということでね、これをこう設置していこうと思います。今日はセッティングして、まあ、これ僕もまだ使い込んでないんで、
がっつりした機能説明っていうのは今度やりたいと思うんですけど、まずはこれをカヤックに取り付けていきましょう。こちらで、カヤックの場合はまあやっぱり偽装用品を使うのが通常かなと思うんですよね。で、合ってくる偽装用品はスコッティだとおそらくこれになると思うんですよ。9インチの方のユニバーサルフィッシュファインダーマウント。ただこれちょっと今在庫1個しかなくて合わせることはできないんですよ。合う、穴が合うかがちょっと確認が取れません。まあ合わなかった場合は少し拡張したりして合わせる形にはなるんじゃないかな。ただまあこれぐらい横長のものでこう押さえてあげたいですね。スコッティだとこちら、レールブレーダーだとロータリープラットフォーム R か、フィッシュファインダーマウント R ロック R。 これ何が違うかというと、この足の長さの違い、直上に低く押さえたいならこれこっちだし、角度とかね少しつけてたり高くしたいっていう人はこっち。これはちょっとどっちがいいかはね、今後使っていく中で決まっていくんですけど、で、僕の場合はこちら、一旦こっちを使ってみます。フィッシュファインダーマウント R6R の方、この高さが出る、角度変えられるタイプの方ですね。なんでかっていうと、ちょっとね、僕ここの魚探置いた、ここにロッドを平置きでポンとか置きたいんで、ここにちょっと空間欲しいんですよね。ただ、ちょっと今後使っていく中で、もしかしたら、こっちプラス、なんか高さね、スイベルポートとかで上げてでもいいかもしれないとか、変わってくるかもしれないですけど、一旦こっちで行こうかな。で、これちょっと合わせてみたんですけど、あ、これぴったり来たかなと思ったんですが、実はちょっとだけ穴ずれがあるんですよ。これはまあホンデックス用に、ね、作られてるわけじゃないので、こことここと、こことここ、外側から2番目の穴を使う感じですね。で、ここの穴ですね。内側の4点、課題の内側の4点使う感じで合わせると、ほぼほぼぴったりなんだけど、若干ずれてネジが入らないんですよ。これ5ミリのネジなんですけど。なので、ここの穴をどっちか、こっちでも、こっちでもいいんですけど、ちょっとだけ拡張。このドリルで、片側部分だけ6ミリの穴ちょっと開けて広げてあげる。もしくは棒ヤスリかなんかあれば、少し広げればもう十分入る。これで合わせていくことができます。こうやって重ねて、これね、僕あんまりネジ下飛び出さない方がいいかなと思って、5ミリ10、15でもいいと思うんですけど、20でも別にいいです。けど、なんか、あんまり下にこう、出っ張ってると、Pラインが引っかかったりするんで、極力出っ張んないように今これ5ミリ10、4点を刺します。で、これ5ミリ10だとワッシャー入る余地がほぼないんで、ここにただもう、ナット、ワッシャーなしでナットで、押さえてあげるだけ。はい、裏側に、ナットかませて、もうこれワッシャー入れる余地はなかったな、5ミリ10だと。5ミリ15やったらワッシャー入れられますね。でも別にナットだけでも大丈夫。で、レンチでちょっと押さえて、こっち側から、表側から、プラスドライバーで締めてあげれば、これでくっついちゃう。はい、できました。これだけ。もう楽勝ですね。たったこれだけですね。楽々。まあ、ここで、R ロックだったら、で、あと首も、ここ、ロック解除すると回るんですけど、はい。まあ、そんな感じ。これでもう即戦力ですわ。ちょっと魚探乗せてみましょう。このさっき入ってたこのノブを外側から入れてあげるだけですね。どこや、どこや、ここが。入った、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 入った。完成じゃん、もう。もう完成じゃん。これで、こう動かすことが。できるわけか。これ角度決めて、いいところで止めてあげる。あっちゅう間にもう、完成ですね。じゃあ、カヤックに乗っけていきましょう。はい、僕のプロフィッシュ持ってきてみました。ここにもうすでに振動子はインストール済みなんです。裏側見ていただくと、よいしょ。こんな感じで振動子がくっついてます、すでに。はい。使う分だけね、この別でまとめてあって、引っ張り出せるようにしてあります。で、まあこれを挿してあげればいいという感じになりますね。そしてバッテリーですね。これはもうバッテリー式の魚探なんで、こういうのようなバッテリーが必要になります。カヤック55では、このね、BMO のバッテリーをお勧めしてますが、別に他のものでも全然いいです。これがなんでお勧めかというと、防滴防塵なんですよ。まあ、少々の飛沫かかっても壊れない。使っちゃうとダメですよね。で、まあ、プロ意志とか、忍びとかの、まず大丈夫。ここに入れとけば。これ何年使ってるかな？ずーっと使ってますよ。ガーミンの魚探使ってた頃から使ってるんで、結構長持ちしてますね。で、ここにワニ口クリップ挟んであげるだけっていう感じになるので。
これどっちでも動きます。6.6 アンペアでも 11.6 アンペアでも。ちょっと稼働時間は試してないんで、今後やってきますけど、十分 6.6 でも1日釣りできると思うんですよね。で、こっちだとより持つし、あと、2つ、ワニ口これ挟めるんで、電動リールとか使う人はこっちがいいですね。そして、カヤック55では、このワニ口ケーブルサービスなんで、もうこれ挟むだけです。マイナスとプラス、間違いないようにただ挟むだけ。もちろんワニ口いらないよって人は、備考欄とかに書いておいてもらったら、無加工で発送しますんで。ただ基本このワニ口をサービスっていうのは結構売りにしていこうかなと思ってます。これはね、注文入るごとにちゃんまつくんが作るっていうですね。ちゃんまつくん、ありがとうございます。はい。次は蓋ですね。プロフィッシュとか忍びの場合はこの蓋をつけてあげるという感じになります。で、ここに僕は穴開けてあって、これ電源ケーブル用。ここから電源のケーブル出していきたいです。で、振動子のケーブルは、ここのマッシュルームとバンジーくぐらせて、これでここ止めてあげればいいかなと思いますね。で、これで折り返していく。これで電源ケーブルと、振動子ケーブルがこう持ってこれるようになってましたんで、次は本体つけていきます。いよいよ本体これ。すげえ、でけえ。さあ、このスターポートがね、これが611で使ってるスターポートよりちょっと遠めの位置の真ん中に打ちました。611はこう寄せてるんですけど、この筐体のデカさなんで、センターで、マウントしてあげます。ここにスターポートを1点打ってあります。ロックして、もうついちゃいました。で、この後はこのケーブルを繋いでいく。で、後ろ見ると、ここに2ピンの穴が開いてますね、最初から。ここが電源ケーブルです。電源ケーブル。これが水温計ですね。水温計は、別売りです。閉じたままにしときます。僕つけないんで。振動子、この3ピン、このおなじみの、コンデックス PS611 とかと一緒。3ピンの方が振動子ケーブル。はい。で、あと、この穴。ここからポタ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 、底内に、コンソール内に水滴落ちないように、このシリコン線、おなじみの、これで、閉じときます。挟んで、もっと上でもよかったな。キュッとやっとけばいいと。これで蓋ができるんですね。シリコン線結構重宝してます。さあ、置いてみました。でかーでかーかっこいいでも全然プロレッシャーと全く問題なく設置できる。コンソールの蓋よりちょっとだけ広いぐらいかな。ほぼ同じぐらい。ね、ちょっとだけ広いか。やっぱこう見ると高いですよね。ロータリー、フィッシュファインダーマウント R6R をね、これつけると、ちょっと高くて、ちょっとグワングワンする。強度的には別に問題ないけど、これ気になるようだったら、やっぱり、ロータリープラットフォーム R で低めに置いてあげた方がいいかもしれないです。で、僕どうしてもね、ここにちょっと竿を置きたいんですよ。で、ここにネットを置きたいんですよね。なので、ちょっとここに高さを作ってるんですが、まあ、ちょっと使ってみてどうしても厳しかったら、ロータリープラットフォーム R の方に変えるかもしれないです。今後。一応これでやっていきます。で、今、電源、バッテリーの電源入りましたんで、電源入れてみましょう。うわ、入ったー嬉しいー。で、これ最初にこういう画面でいきます、ね。振動子の取り付け場所を設定してください、ね。これによって全然このデジタル処理がを変えるんですよね。きっとこれデジタル魚探なんで。先手の内側に取り付ける。これインハル、TD28 でインハルした人はこっち。で、僕の場合はこれ今直接水の中入ってるんで、直接水の中に入れる。先手貫通取り付けですね。なので、アームで落とす人もこっちですね。メニューを押す。うわー、入りました。感動。嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。つったもうほんとこれだけでセッティング完了なんで、今、実に30分ぐらいじゃないですか。作業時間ね。まあ、振動子はね、もう元々付けてあったんでっていうのがあるんですけど、セッティング楽々ですね。で、ガラス。これ、ボンディング液晶っていうね、すごくいい、これ611でも採用されてますけど、曇りにくい、ガラスが入ってます。うわ、かっこいい。来ました。これでセッティング完了。もうすぐ明日から使えます。で、この細かい機能、説明。これちょっと僕、実際これ使い込んでないんで、ある程度使い込んで、細かい、この辺の設定ですね。ボタン操作とかは改めて、この後、近々アップしたいと思いますんで。そちらもお楽しみにしてください。でもこれ見慣れたホンデックスのインターフェース。ね。インターフェース、これ、ホンデックスの611とか使ってたやつだったらもうまるで一緒なんで、使いやすいと思うんですね。
今日はこのあたりでセッティングまでという感じですね。簡単です。これからよろしくお願いします。 PS6900GPDI かっこいい、早く使いたい。あ、ちなみにこれ611も併用して使ってきます。これはね、もうほんと場所に応じて、この2画面いらない、2画面というか、ね、50キロヘルツ使わないような釣りだったらもうこっちでもいいし、これはまだまだ現役で使っていきますけど、使い分けていきたいなと思います。楽しみです。ではこの機能的なもね、ご紹介、ボタン操作のご紹介は今後僕が使い込んでからしっかりご紹介していきますので、詳しくやっていきます。